札幌ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。日本ハム近鉄、そのゲームの模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。今日の解説です。まずお一方目、中日、西武、阪神3球団を渡り歩いた田上康さん。そしてもう一方、1984年岡山県市民栄誉賞を受賞された宮本和友さん。そして実況、山口秀夫でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。さあ、ファイターズの先発ピッチャー江尻、さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今季のブレイクに期待したい本格派右腕、得意の速球と高速スライダーで打者をねじ伏せろ、江尻慎太郎。昨年は打撃を崩すことなく3割の大台に乗せた伊手前打線の切り込み隊長、大村直行。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割です。そして打ったホームランの数は、高めのボール打った、あっと抜けた、抜けていきます。さあ、ヒットが出ました。大村、センターへのヒットになりました。内野ならどこでも守れるユーティリティープレイヤーが突如覚醒。見違えた打撃は今や近鉄になくてはならない存在、星野治。ファーストランナースタート、これは外れた。二塁へ送球、間に合うか。スチール成功です。でも足速いですね。はい、そうですね。先ほど去年の成績が紹介されていました。2割並ぶ4人のアベル、そして本塁打の数も12となっています。いきなりランナー二塁としています。さあ、3球、真ん中打って、この打球はレフトです。セカンドランナー一気にホームを狙う。さあ、ヒットになる。期待は裏切りません。さあ、セカンドランナーがホームインしました。1対0、先制点はバファローズ。いきなり先制します。シャープな打撃が持ち味の中距離打者、伊手前打線の新中核を担えるか、ラリー・バーンズ。いきなり先制点を許しています。最初は外のボール、ワンボールになりました。3番バッター、バーンズ。次のボールはストレート決まってワイエンドワン。カウントワイエンドワン。今日のゲームのバッテリーはマウンド上、エジ。ファーストランナースタートを切った。アップヒットエンドラン。セカンドへの打球、これはセーフです。一塁はアウトです。その間にランナー二塁に進んでいます。バーンズ、セカンドゴロに終わっています。ノリが怪我に泣いた。終わってみればあまりにも寂しい成績。伊手前魂は輝きを取り戻せるか。ミスターフルスイング、中村典弘。まずは見送りました。ノーストライクワンボール。昨年は球団新記録となる開幕5連勝でスタートしたバファローズ。しかし3位という結果になりました。1対0。さあ、この当たりは、これはセンターへ、どうだどうだ。ああ、これは勢いがありません。バックホームする。中村、センターフライに終わりました。昨年はついに悲願の3割到達。年々確実に進化し続ける伊手前打線の寡黙な大砲、吉岡雄二。マウンドは先発ピッチャー江尻。最初の球は、まずは簡単にストライクが来ました。カウント1ストライクノーボールです。初回からの得点を与えています。どこに構えるか。ストレートできました。やっぱインコースで腰を引かせると外は打てないわけですよ。はい、遊び球はあるのか。変化球、打球は左へ。サードランナーがホームベースを踏みました。ショートが中継、タイムリーツーベースヒット。2対0、また点が加わります。初回から点差を開いていきます。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。昨年は安定した結果を残した伊手前打線のヒットマン。今年もこの人はチームに欠かせません。磯部光一。すでに2点を奪われています。どこから行くか。高めを打って上がりました。この当たりは落ちそうだ。これは取れない。ワンバウンドヒット。ここでヒットが出た。あっと、挟まれた。サードへ、タッチしてアウト。これで3アウト。1回の表が終了。しかしバファローズ2対0、先制点が入りました。さあ、ファイターズ2点を追いかけます。7回終了までにお越しください。たくさんの商品をご用意いたします。
そしてバファローズの先発ピッチャーバーン、果たしてどんなピッチングを見せるのか。193センチの長身から投げ下ろされる威力十分のストレートを武器に近鉄先発陣の一角を担います。ケビン・バーン、エリートコースを歩んできた男が試合に出れない悔しさを知り新天地で蘇った今年、新たな大地は彼をどのように変えるのか。天才打者坪井友近。初球インコース、さあカウントはワンナッシング。さあバッター坪井、どう攻めるのか。決めてきます。ここはあっという間に追い込んでいます。さあバッターはどうする。高めのボール打った、打球は左、ファウルです。ファウルになります。次が4球目、高め、これはファウルグラウンドだ、ファウルになります。さあ2ストライク、変化球打った、抜けた、センターに抜けます。ヒットになります。宮本さんにお伺いしましょう。まあ打たれましたが今のボールは完璧なカットボールです。まあそうですか。ベテランながら衰えることのない健脚と若かりし時から絶賛され続けている守備は未だ健在、魅惑の守備職人。ガーッと打ちました。これはワンバウンドしています。二塁はフォースアウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。驚異的なフルスイングでボールを葬る球界最強スラッガー、豪快にして鋭敏な威圧感に満ち溢れた打撃を今ここに。天候一滴小笠原道博。小笠原、今年で8回目のシーズンとなりました。初球は低めから来ました。ワンストライクノーボール、ゲッツーでツーアウトにしています。この球はどうでしょう。強烈な当たり、バッター取ってスリーアウトチェンジ。1回の裏を終了、ファイターズ0点で攻撃を終了しました。さて試合は2点差のまま2回に入っていきます。移籍を機に開花した打撃センス抜群の幸運寺、ご存知、代打逆転満塁サヨナラ優勝決定本塁打男、北川博俊。すでに2点を与えています。最初の1球は何か。まずはストライク、ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。2回の表バファローズの攻撃、このボールはストライクになります。2つ見送りました。さあ勝負か、どうする。まっすぐ打ちました。ピッチャーゴロ、一塁、これは余裕があります。アウトです。宮本さん、アウトを取りましたが今のボールは、ストレートですよ。そうでしょうね。堅実な遊撃守備と手話なバッティングでレギュラーを確保。今年は全試合出場となるか阿部正弘。初球は手を出しません。これ厳しいコースですけどもね。はい、2対0バファローズがリードしています。2球目はどう攻める。高めを打って上がっています。ここでヒットが出ました。センターからセカンドへ。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、スライダーをね見事に打ってるんですよ。はい、近鉄期待の正捕手候補、大学時代からのバッテリーだった宇高をトレードされ、今年は正念場、正捕手の座を奪い取れ。藤井明人、これは一塁セーフになります。バッター藤井、さあどこから来るか。まずは初球見送りました。さあカウントはワンナッシング。藤井、すでにプロ入りから6年目となりました。スライダーできました。本当厳しいコース投げますね。はい、ツーナッシングからの第3球、ストレート打ちました。この打球はライトへ上がった。あっとライトの前に落ちた、ヒットになった。藤井、ライトへのヒットが出ました。ヒットでつなぎました。ここで打順が一巡します。大村、ワンヒットで追加点もありえます。さあ返せるか。この前の打席センターへのヒットを放っています。どこから行く。初球から際どいコース、この球はボールになります。さあバッター大村、第2球はどういう。さあこの打球は、これは低い打球、二塁へ送ります。アウト、スリーアウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。さあファイターズ、この後4番バッターからということになります。小さなお子様をお連れのお客様は十分ご注意ください。昨
年は日本1年目から31本塁打、日本球界にもなれ、今年はさらなる飛躍に期待。北の大地に降臨した天使の翼、エンジェル・エチェバリア。今日最初のバッターボックスに入っています。どこに入れてくるか。その初球は変化球でした。これではバットが出せません。初回は上々の立ち上がり、いいスタートになりました。次のボールは当てただけのバッティング、セカンド後方へ。引っ掛けた感じですね。取ってワンアウトになりました。エチェバリア、セカンドフライに終わりました。扇を広げたようなバットの軌跡を見せる好打者。柔らかいバットコントロールと壺にはまった時の長打力で、今年はどこまで成績を伸ばせるか。木本邦之。まずは変化球、ワンストライクです。バッター木本。このボールは今度は大きな変化球、このカーブで追い込んでいます。さあここはどうリードするんでしょうか。三球三振、空振り。遊び球はありませんでした。日本野生物を取り戻しに来た最大日長距離砲、両打席から繰り出されるパワフルな打撃を武器に本塁打王争いに食い込めるか、フェルナンド・セギノール。最初のバッターは内野フライ、その後三振を取っています。どこから狙うか、ここは見ていきます。ボールにしてきました。早くも2アウトにしています。次の2投目、これはストレート、平行カウント1エンド1、2アウトになりました。3球目はどうぞ。外、これは左への打球です。今のはね、変化球を引っ掛けてますね。取りました。3アウトチェンジ。2回の表裏終了、ファイターズ無得点に終わっています。さて試合は2点差のまま3回に進めていきます。7回終了までにお越しください。たくさんの商品をご用意いたしております。3回の表、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター星野、左のバッターボックスに入りました。何から持ってくるか。初球高めに来ました。これね、きついコースですよね。はい、この前の最初の打席、先制のタイムリーヒットを打っています。さあ次はどこへ行くか。外へのボールは入りません。ワンストライクワンボール。ここまでの失点が2となっています。3投目、あっと低め、カウント2エンド1。さあ第4球、さあこの当たりは、さあライトへ。この打球の行方は、こんなところが悪かったか。取ってこれでワンアウト。まあでもバッティング自体は良さそうですね。そうですね、最初の1球、あっと高めのボール球、右への打球になりました。奈良原飛び込んでいった。さあヒットが飛び出した。バーン、ライトへの打球はヒットになりました。バーン、初めてのヒットが出ました。そして打順が変わります。中村、右のボックスに入りました。なおもワンアウトです。さあ1投目、まずは初球ストライク、ワンストライク、ワンアウトランナー一塁です。このボールはインコース、ストライク、ストライクが続きました。際どく攻めるのか。さあこれは痛烈だ、取りました。中村、セカンドライナーに倒れました。そして次の5番吉岡、右のバッターボックスに入りました。どこから行くか。低めのボール球打っていった。これはピッチャー一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。3回の表が終了、バファロー得点はなりませんでした。さあファイターズ、次の攻撃は下位打線からとなります。長崎で生まれ、福岡で育ち、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、ニューヨーク、今度は北海道。背番号は1です、新庄剛志。3回の裏、ファイターズの攻撃、第1球はどうか。初球振りません、枠いっぱいに決めていました。新庄、今年で15回目という今シーズンです。次の2投目、変化球持ってきました。宮本さん、このピッチングはどうご覧になってますか。いいピッチングしてますよ。はい、次の配球は変化しました、右方向へ。あとはバウンドした、打ちました。ランナーが出ます、ノーアウトのランナー。今のバッティングはどうご覧になりましたか。カットボールでしたけどね、打たれましたね。
そうですね、一発長打が魅力のファイターズ期待の正捕手候補、今年はさらに経験を重ね不動の正捕手。できました、右へファーストです、セカンドどうか、二塁はアウト、これでワンアウト、ランナーが入れ替わっています。9回トップクラスの内野守備やショートにコンバートされた後も健在、大型内野手にふさわしいパンチ力に目覚め完全無欠となるか、金子誠今日最初のバッターボックスです。さあ初球です、まずは外から来ました、149キロです。金子11回目のシーズンを迎えています。さあどうでしょう、また外に持ってきました。今のはね、まっすぐを待ってた感じでしょうね。はいはい、三球で決めてくるか、高めのボール球を打った、右への打球取ってツーアウトになりました。金子ファーストフライに終わりました。これで打者一巡となります。すごい、バッターボックスに入ります、一塁はセーフです。さあバッターすごい、最初の一球まず大きく外れてボールになりました。さあワンボール、ツーアウトになっています。カットボールできました、平行カウント、ワンエンドワン。今日は3回途中までを投げて許したヒットが2本、この回1本打たれています。3球目見送ります、ワンエンドツーになっています。ツーアウトランナー1塁です。バッティングカウントになったが、しかしこれは決まりません、ワンエンドスリーになっています。今日2度目のバッターボックスに入っています。高めのボール打ちました、ピッチャー後ろに下がります、取りました、これで3アウトチェンジ。3回を終了、ファイターズ得点がありません。さて試合は2点差のまま4回に入っています。4回の表バファローズの攻撃、6番からの打順になります。磯部バッターボックスに向かいます。さあ初球、初球は手を出しません、ワンストライクです。今日の3回までのピッチング、許したヒットが7本、そして2失点となっています。これは豪快に振ってきました、思わずね振ったって感じでしょうね。はい、ええ、次はどんなボールを持ってくるか、まっすぐを打って、さあこの打球はワンバウンド、来た、落ちました。さあバッターランナーは一塁を回ります、中継に入るツーベースヒット、磯部センターへヒットを打ちました。次のバッターとなります、北川、ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。いきなりツーベースのランナーを許しています。どこから狙うか、初球は低いボール、さあカウントはワンナッシング、点差変わらず2点差、バファローズがリードしています。2投目キレのあるスライダーを持ってきました、ツーストライクです。この3球目はどうか、変化球、これはファウルグラウンド、ファウルになりました。さあ4球目ストレートを打って、打球はセカンド後方へ、取りました、フォースアウト、ノーアウトランナー2塁の場面、一変にランナーがいなくなりました。そして次の8番阿部雅彦、バッターボックスに入っています。さあ1球目、初球ストライク、ワンストライクです。先ほどの最初の打席センターへのヒットを打っています。さあ2球目は変化しました、打球はセカンドへ、取った、一塁送球、一塁はアウトで3アウトチェンジになります。4回の表が終了、バファロー0点で攻撃を終了しました。さあファイターズこの後2番から始まります。4回の裏ファイターズの攻撃、2番からの打順になります。奈良原右のボックスに入りました、初球ストライクを取りました。さあカウントはワンナッシング。この前の第1打席ショートへのダブルプレーに倒れています。次の2投目ここは見ます。いやー宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。まあカットボールなんか良さそうですけどね。さあここはどうリードするんでしょうか。外れてボール、2エンド1、さあ4球目打って左への打球になりました、ショート取った、一塁へ送ります。一塁これは十分間に合います、アウトです。奈良ショートゴロに終わっています。
そして次の3番小笠原バッターボックスに入ります。まずはワンアウトにしています。最初の第1球、最初はストライク、ボールカウントワンストライク。この回はワンアウトになっています。この球はどうでしょう。大きな当たり、大きな当たり、大きいぞ、これは大きいぞ。豪快な一発です。ホームランです。ホームラン、この男にはホームランが似合います。強烈な打球は4回の裏、ホームランが出ています。さあ三塁コーチの横を通っていきます。今ホームに戻ってきました。2対1、今タッチしてベンチに向かいます。さあ今のプレーご覧いただきましょう。次の4番エチェバリー、バッターボックスに入りました。今日は4回途中までを投げて許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。初球簡単にストライクを取ります。厳しいところに決まりました。ここまで1点を与えています。さあ2球目は高めストライク、2つ見送って2ストライク。さあ決め球を見せるか。これも痛烈な打球、これはサードになります。ファーストへ送ります。一塁はアウトです。エチェバリーサードゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。木本バッターボックスに向かっていきます。さあ1球目打っていった、低い打球になりました。取ってこれで3アウト。さて試合は1点差となって5回へと進めてまいります。チケットをお持ちのお客様は一塁側ファンクラブ限定7回終了までにお越しください。たくさんの商品をご用意いたしております。5回の表バファローズの攻撃、先頭のバッター藤井バッターボックスに向かいます。何から持ってくるか。初球を投げてストライク、これはちょっと手が出ません。5回の表バファローズの攻撃、さあどうでしょう。あっと強い当たり、ショートです。一塁へ送ります。一塁はアウト、余裕がありました。藤井ショートゴロに終わりました。次のバッターに変わります。大村左のバッターボックスに向かっていきます。点差変わらず1点差、バファローズがリードしています。初球は変化球から入りました。ワンストライク。今日は5回途中までを投げて許したヒットが8本、そして2失点というピッチング。真ん中打ちました。左への打球です。ファーストへ、一塁、これは余裕アウトです。大村ショートゴロに終わっています。ファイター、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。伊達打たれましたからね。1点差の場面での登板となります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。シュートボールと低めの制球力で勝負するリリーフ右腕、新生ファイターズの守護神となれるか、伊達正志。次のバッターはどうでしょうか。星野バッターボックスに向かおうとしています。最初の球はまずは変化球、ワンストライクです。この回まずバッター2人を打ち取りました。次のボールは変化球を打っていった、セカンドが取ります。ファーストへ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表が終了、バファローズ3人で攻撃を終了しています。さあファイターズ、この後 DH から始まります。5回の裏ファイターズの攻撃、その裏の攻撃のトップバッターバッターボックスに入っています。最初は見ていきます。149キロのストレート、先ほどの1打席目サードへのファウルフライに終わっています。2球目です。今度も速いボールできました。ワンエンドワンです。今のでまだ40球という今日の球数です。さあ3球目、ストレートを外れました。ワンエンドツーになりました。今日の奪三振の数は1となっています。さあバッティングカウント、低めに入りました。カウント2エンド2。さあ何を見せるか。見逃し三振、最後は変化球決めました。下位打線に回ります。新庄右のバッターボックスに向かっていきます。一つ前の打席センターへのヒットを放っています。初球振りません。ワンストライクノーボール。この回はまずワンアウトを取っています。さあ2球目決めてきました。本当厳しいコース投げますね。はい、さあ外してくるのか。変化しました。これは低い当たり、打
あっと破った、綺麗に破りました。ヒットになった、同点のランナーが出ます。さあ宮本さんにお聞きしましょう。ちょっと打たれましたが、ちなみに球種はカットボールじゃないですか。これは一塁セーフになります。この5回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。最初はインコースから来ました、ワンストライク。これが2回目のバッターボックス。2球目はどうする。高めの球は外れてワンエンドワン、カウントワンエンドワン。この前の打席なんですが、ファーストゴロに終わっています。さあ第3球、さあいい当たりだ。素直なバッティングはセンターに抜けます。さあヒットになる、高橋慎二センターへのヒットになりました。ヒットで続きます。さあ塁上が埋まってきました。金子、同点のチャンスに打順が回ってきました。この回ワンアウトからのヒット、その後連打を浴びています。どこに出てくるんでしょうか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール、ワンアウトランナー二塁一塁です。さあ田尾さん、タッチしたがこれは二塁はセーフです。一つ前の打席ファーストフライに終わっています。さあどうでしょう。打ちました、低い打球になりました。ショート取った、二塁へ。投球ミスになりました。今のはやっちゃいたんですよ。そうですね。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。そして打順は1番に戻ります。すごい、このバッターボックスとなります。この場面は逆転狙っていきたいですよ。ワンアウトから満塁にしています。まずは初球ストレート、バッテリー外してきます。バッターの1番すごい、2球目はどうする。外へ持っていきましたが入りません。バッテリー1球2球と外してきました。依然ワンアウトです。3球目カットボールが決まります。ワンストライクツーボール、これが3回目のバッターボックス。バッティングカウントになった、ストレートで2ストライク目を取りました。さあカウント2-2。さあ5球目ストレート、低い当たりになった、ショートバウンド取った、アウト。正解な守備を見せました。三塁ランナーホームイン、2回に追いつきました。ファイターズ追いつきました。さあ今のシーンです。2番奈良原、そのバッターボックスです。まあ足がありますからね、バントも面白いですけどね。この回同点を許しています。何を投げてくるか、初球ストライク、ワンストライク。バッター奈良原、この球はどうでしょうか。高めのインコース、ツーナスイングです。追い込んだ、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ここは力を見せつけました。ゲームは5回まで終了しています。しかしファイターズ2対2追いついています。さあバファローズ、次の打順はクリーンナップから始まります。6回の表バファローズの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。バーンバッターボックスに向かっていきます。ボグから行く、まっすぐ打ちました。左への打球、一塁へ、一塁はアウトになります。宮本さんにお伺いしましょう。今の場面は何のボールで打ち取ったんでしょうか。ストレートですけどね。はい、打順が移ります。中村バッターボックスに向かおうとしています。まず初球、最初は高めに持ってきました。さあカウントはワンナスイング、これが今日3回目の打席。2球目です。打った、これはファウルグラウンドだ。これはサードか、取ってこれで2アウト。中村サードフライに終わりました。そしてバッターは5番吉岡、バッターボックスに向かいます。今日は1回を投げて許したヒットはありません。無失点できました。初球打ち、左への打球になりました。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。バファロー無得点で攻撃を終了しました。さあファイターズ、この後クリーンナップの登場です。6回の裏ファイターズの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。小笠原、左バッターボックスに向かいます。あー、低めのボール球、ピッチャーゴロ。ノーアウトからヒットが出ました。小笠原、
ピッチャーへの内野安打になりました。ファイターズ今日放ったヒットの数が6となっています。どこから攻めるか。その初球ボールになりました。この球は入りません。今日奪った三振の数は3となっています。2球目はどう攻める。これは速いボール、カウントノーツー。今日3回目のバッターボックスです。3投目この球は入りません。さあノースリーです。この試合許したヒットの数が6となっています。次が4球目、カーブを投げてきました。カウント1エンド3、ノーアウトです。次が5球目、やっと鋭い打球だ。打球はレフト、レフトです。このだ、やはり入った。勝ち越しのツーランホームラン。ファンの前で見事打ちました。まっすぐ打ち返した打球はものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。6回の裏、ここでホームランが飛び出しました。このホームランで主導権を取っていきます。この勢いは次のバッターへとつながっていくんでしょう。今のホームランどう見てますか。まあ、どんな場面でもね、ピッチャーからしたらホームランは嫌ですよ。今の場面もう一度見ていただきます。そして次の5番木本、バッターボックスです。もしホームランですとクリーンアップ全員がホームランですよ。はい、初球インコース、ワンラッシングです。ここまで4点を許しています。このボールは高めを打って、これは低い打球。ちょっとピッチャー動揺があるのか。木本センターへヒットを打ちました。木本1本目のヒットが出ました。バファロー2番手のピッチャーを出してきます。小池、いいタイミングだと思いますけどね。2点をリードされての登板となります。さあそのピッチングはどうか。モデルチェンジで輝きを取り戻したリコーファ左腕、多彩な変化球を武器に今年も大車輪の活躍となるか。小池秀代、なおもノーアウトです。さあ第1球、最初は空振りになりました。ワンストライクです。この回勝ち越しを許しています。さあ2球目は変化球です。際どいコースですよね。はい、この3球目はどうする。変化球を打っていった、右へ取ってワンアウトになりました。ファーストフライに倒れました。さあ打順が移っていきます。新庄、右のバッターボックスに入りました。この前の2打席目、2打席連続のヒットを放っています。これは外れました。カウントノーワン。さあ3回目のバッターボックス、次の第2球、これはバッター棒立ち。ボールカウント1エンド1。この回勝ち越しを許しています。さあ第3球、この球は見ます。いいコースに行くんですよね。はい、さあ4投目、高めのボール打った、低い当たりになった。アバウンドヒット、落ちました。三塁はどうだ、ヒットになった。アウト、三塁タッチアウト。これで2アウトです。バッターは8番高橋慎、右バッターボックスに入ります。先ほどの打席ではセンターへのヒットを打っています。さあ初球です、高めから入りました。この球はボールになります。この回勝ち越しを許しています。2球目です、ストライク。さあカウントは1エンド1、ツーアウトランナー1塁。さあ次の3球目、ファーストランナーがスタートします。さあキャッチャーはセカンドへ、まだ2アウトです。さあバッター有利か、これは見送りました。2ストライク2ボール。さあ何を見せるか、あっと見逃し三振、3アウト。最後三振を取ったのは変化球でした。6回を終了。しかしファイターズ2点を追加、4対2、2点差にしています。さあバファローズ2点を追っての攻撃です。ファイターズ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。
芝草、2点リードの場面、マウンドに上がります。さあ、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。シュートとスライダーを武器に戦うベテランセットアッパー、毎年50試合以上投げるタフネスさで今年も大車輪の活躍に期待、芝草博士。7回の表、バファローズの攻撃。この回の先頭バッター磯部、バッターボックスに入ります。初球ストレートできました。この球は入りません。6番バッター磯部、さあどうでしょう。際どいところへ決めてきます。本当ギリギリですよね。はい、7回の表バファローズの攻撃。さあ3球目は高めのボールを打ちました。低い打球になりました。センターの前、ワンバウンドしました。ノーアウトからランナーを出します。磯部、センターへのヒットになりました。3打席連続のヒットになりました。さあ打順が変わります。北川、右のバッターボックスに入っています。さあどこから来るか。まずは初球見送りました。これは厳しいコース、決まっています。このゲームの解説は田尾康さん、宮本和智さん、お二人でお送りしています。2球目カーブが決まります。さあバッター追い込まれています。次はどんなボールを持ってくるか。低めのボール打った。これはファウルグラウンド、ファウルです。ファウルになります。さあ第4球まっすぐを持ってきました。2エンド1になりました。さあ5球目見逃し、これはバッター見送りました。そして次のバッターを迎えます。阿部正樹、右のバッターボックスです。第1球は高めのボール球、手を出した。左への打球です。取りました。2アウトになっています。阿部正樹サードフライに倒れました。そして次の9番藤井、バッターボックスに向かいます。これが今日3回目の打球。最初の1球は何か。初球ヒッティング、いい当たり、サードへの当たり、ツーアウトになりました。2球目です。変化球で続けました。ボールカウント2ストライク。一気に来るか。ストレート落ちました。これはファウルグラウンドだ。これもファウル。さあ4球目カット三振、これで3アウトチェンジ。変化球で決めました。7回の表が終了。バファロー得点はありませんでした。さあファイターズ、この後9番から始まります。7回の裏、ファイターズの攻撃。9番からの打順になります。金子、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。第1球はどうか。まず際どいコースから入りました。ワンストライクノーボール。さあ3回目の打席、第2球はどうか。またインコースに来ました。2球ともインコースを攻めています。さあバッターはどうする。強い当たり、これは低い打球、ライトの前に落ちました。ここでヒットが出た。川さん、今のバッティングはチェンジアップをねきっちり打ってるんですよ。はい、さあランナーは出ました。坪井、バッターボックスに向かっていきます。1投目はどうでしょう。初球は手を出しません。でもいいコース行きますよね。はい、今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、与えた得点はありません。この球は手が出せないか。2ストライクノーボール。果たして3球勝負するのか。今度はまっすぐ、ボールカウント2エンド1。次は4球目、これはボールです。2エンド2になっています。さあ牽制、タッチして、これは1塁セーフです。さあ何を見せるか。インコース打って左方向へ、中村後ろに下がる、下がる、ファーストランナーセカンドベースを蹴った。さあヒットが出ました。ボールは中継のショートへ、ツーベースヒット、次のファーストランナーがホームイン。5対に1点を追加、この差は3点になりました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。この前の第3打席、スイングアウトの三振に倒れています。さあ変化しました。
ター、左へ、あっとワンバウンドヒット、この回3本目になるヒットになった。さあショート中継する、ツーベースヒット、セカンドランナー今ホームインした、6対2、連続のタイムリーツーベースヒット、ここも点を加えます、4点差に広がりました。さあ今のシーンです。そして次のバッターを迎えます、小笠原、バッターボックスに入っています。このゲームはここまで3打数2安打、ホームランが1本あります。最初の球は変化球打った、右への打球取りました、ファーストへ、ファインプレーはアウト、本当にナイスプレーでしたね。ですね、はい、宮本さんにお聞きしますが、さあもう一回今のシーンです。そして次のバッターとなります、エチェバリア、バッターボックスに向かいます。今日ここまでは3打数1安打、そのうちの1本がホームランです。さあ初球です。最初は内から入りました。カウント1ストライクノーボールです。ここまではホームランが1本があります。どこに構えるか。これは強烈な当たり。これは低い当たり。センターの前に落ちた。ワンバウンドヒット。三塁ランナー今ホームイン。7対2、センターへのタイムリーヒット。また点が加わります。5点差に広げました。バファローは3番手のピッチャーを送ります、アイク。いい判断だと思いますよ。ワンアウト、ランナー一塁の場面でマウンドに上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。サイドハンドから繰り出されるキレのある速球とスライダーで今年もフル回転、喧嘩投法。そしてバッターは5番、木本、左のバッターボックスです。まあ、クリーンアップのね、他の2人はホームラン打ってんですよね。はい、これは当てただけ、スライダーだったんですけどね、引っ掛けましたね。木本、セカンドフライに倒れました。そして次は DH、 左のバッターボックスに入っています。まあ、他の、ね、選手はみんな変化球を打っていった、あっと抜けた、抜けていきます。さあまたヒット、ヒットが続いている。センターへのヒットが出ました。ファイターズ、この試合のヒットの数を14としています。さあ次のバッターにつなぎました。新庄、バッターボックスに入りました。もう3本打ってんですよね。当てただけ、取りました。これで3アウトチェンジ。7回の表裏を終了。しかしファイターズ3点を追加、7対2点差を開きました。さあバファローズ、この後1番から始まります。ファイターズ選手の交代をお知らせいたします。サードの奈良原。さあファイターズ守備の変更がありました。それぞれが守備位置についています。8回の表バファローズの攻撃、この回はトップからの打順ということになります。大村、左のバッターボックスです。8回の表バファローズの攻撃、このボールはどうか、あっと強い当たり、取った、ファーストへ送ります。アウトです。華麗なプレーでした。しかし固い守りでしたね。はい、はい、今のシーンもう一度見てみましょうか。次のバッターです。星野、バッターボックスに入っています。さあバッター星野、どこに入れてくるか。最初は見ていきます。ワンナッシングです。さあワンアウトです。さあ2球目は変化球決まってツーナッシングです。さあツーナッシングとなりました。さあ決め球を見せるか。3球で決まった、ボール球を振ってしまいました。そしてバッターは3番目バーン、バッターボックスに入りました。今日はここまで3打数の1安打、どこから行くか。初球はストレートから入りました。どうですか宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。今のストレートもいいですからね。今日は1回と3分の2を投げて許したヒットが1本、失点なしの成績です。横へ曲げてきました。これ厳しいコースですけどもね。はい、2アウトになっています。さあ3球目、これは低め、近いところです。ワンツー、順調に2アウトにしています。バッティングカウントになったが、
変化球、これは三遊間、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。ゲームは8回の表を終了、バファローズ三者凡退に終わっています。さあファイターズ、この後8番から始まります。俊足コーナーの左打ち6年目ニートリクにも安定感ができ、今年はさっき前半戦の好調さを持続することができるか、ベンチを盛り上げるムードメーカー阿久根幸吉。さあ初球、まずは初球ストライク、ワンストライクノーボール。阿久根6回目のシーズンを迎えています。次のボールは外いっぱい決まった、ツーストライク。さあ1球様子を見るのか、変化球を打っていった、低い打球になりました、ファウルボール。さあ4投目打って、打球はサードの前、ファーストへ、一塁、これは十分間に合います、アウトです。阿久根サードゴロに倒れました。そしてラストバッター金子、右のバッターボックスに入りました。点差変わらず5点差、ファイターズがリードしています。まず変化球を見せてきました、ボールを操ってきます。今日4回目のバッターボックスに入っています。2球目打ちました、プロ野球はセンターに上がりました。阿部正弘後ろに下がった、下がった、ヒットになった。この打席もヒットで出ます。打ったバッターは1塁です、1塁ストップ、1塁に送ります。センターへのヒットになりました。まあ中途半端なコースでしたよ。ここで打順は変わります、すごい左のバッターボックスに入ります。最初の1球は何か、まずはボールから入りました、1球外しました、先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。1塁はセーフです、ヒットのランナーを許しています。これも牽制、1塁、これはセーフ。トップバッターすごい。さあ第2球、このストレートは外れました、2ボールになりました。この前の打席ツーベースヒットを放っています、これが追加点となりました。これは低めいっぱい入っています、ここでストライクを入れてきます。今日は1回を投げて許したヒットが2本、この回そのうちの1本がありました。バッティングカウントからの4球目、アウトコースへ決めました。さあカウント 2-2、 さあ5球目、詰まった、詰まっています、これはショートになります、取りました。さあヒットになります、すごい、ショートへの内野安打になりました、ヒットでつなぎました。さあ打順が変わります、奈良バッターボックスです。今日は1回を投げて打たれたヒットが3本、無失点に抑えています。初球は高めに来ました、宮本さんにお伺いしましょう、今日のピッチングを見てどうですか。いいストレートが来てますよね。なおもワンアウトです。2球目はどうされる、打ちました、左へ持ってきます、レフト、これは取れない、ワンバウンドヒット、今のがこの回3本目、バックホーム間に合うか、今セカンドランナーホームイン、8対2、レフトへのタイムリーヒット、1点を追加します、6点差になっています。さあ打順が移っていきます、長澤がバッターボックスに入りました。ファイター、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。初球は最初は外のボール、ボールカウントワンストライク、すでに1点を許しています。さあ2球目、次はインコース、ボールカウントツーストライク。さあ次のサインは、ガッといい当たり、取った、取っています。中原ショートライナーに倒れました。さあ打順が変わります、エチェバリア右のボックスに入りました。4番バッターエチェバリア、第1球、まずは初球見送りました、今のは反応できませんでした。今日は打点が3つついています。2球目はどうでしょうか、変化球打ちました、右方向へ、取って、これで3アウト。8回を終了、しかしファイターズ1点を追加、8対2、点差を広げました。さあバファローズ、次の攻撃は4番から始まります。ファイターズ3回目のピッチャー交代です。
清水、リードを大きく取っての登板となりました。さあ最終回、注目のピッチング。主に左ワンポイントとして復活した長身左腕、低めの制球とスライダーでさらなる飛躍に期待、清水明雄。9回の裏、バファローズの攻撃、4番からの打順になります。中村、バッターボックスに向かおうとしています。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクノーボール。今日はヒットがまだありません。さあ2球目、今度は落としてきました。2ストライクノーボール。様子を見ていくか。あっと3球三振。3球で三振を取りました。バッター吉岡、バッターボックスです。これが4回目の打席。何から持ってくるか。まずは外から来ました。ノンストライクワンボール。吉岡、さあ次のボールは、これは強烈な当たり、レフトへ上がった。レフトへワンバウンドを使う、落ちました。そして一気にセカンド狙った、狙った。二塁はどうだ。吉岡、レフトへヒットを打ちました。吉岡、これでヒットは今日2本目。そして次のバッターを迎えます。磯部、バッターボックスに入っています。確かね、今日は3安打打ってんですよね。初球スライダーで入りました。このボールは見送るのが精一杯。依然ワンアウトです。これは一塁セーフになります。この前の打席なんですが、3打席連続のヒットを放っています。コーナー、これは入っています。いいコースに行くんですよね。はい、キャッチャーのサインが、バーッと打ちました。これはどうでしょうか。ファーストへ、試合終了。このオープン戦は8-2、ファイターズの勝利となりました。最後までリードを守りきりました。放送時間の方がそろそろなくなってきました。日本ハム対近鉄、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして宮本勝友さんでお送りしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。